反人種差別及びフランス人キリスト教徒アイデンティティ村長のための総同盟はキリスト教徒のアイデンティティ及びナショナルアイデンティティの尊厳の侵害と戦うために1984年に設立された極右団体である。創設者はかつて極右政党国民戦線の党員として欧州議会議員を務めたベルナール・アントニーであり、アグリフと国民戦線の関係が指摘されている。 反人種差別を標榜するが、これについては疑義がある。ベルナール・アントニーの公式ウェブサイトによると、会員は2009年の時点で約6000人である。アグリフは、報道の自由にかかる1881年7月29日付法律による人種主義的、人種差別的な誹謗中傷、内種は差別、憎悪、または暴力の先動等を理由として、 カトリック、キリスト教徒、フランス人、または白人に損害を与えると判断される言動、表彰等の禁止、または検閲を求めて、過去に多くの訴訟を提起している。以下に一例を挙げる。ほとんどの告発、訴訟において、表現、報道の自由を理由に却下され、または敗訴している。書物映画1988年10月22日の深夜。 マーティン・スコセッシ監督の映画、最後の誘惑が上映されていた、パリのサンミシェル映画館で、放火事件があり、13人が負傷。テロ事件としてその夜のニュースで一斉に報じられた。ニコスカザンザキスの小説、キリスト最後の試みに基づき、キリストを悩める人間として描いた、この作品は、アグリフを含む多くのキリスト教団体から、冒涜だとして、猛烈に批判された。 放火事件の犯人はアグリフのメンバー5人であった。事件後3週間で最後の誘惑を上映していたパリの映画館17館のうち15館が上映を中止。国内の他の都市でも小規模ながら同様の事件が発生した。極右政党国民戦線は映画フィルムの完全な破壊を求めた。マーティンスコセッシュ監督はキリストは 人間の試練を一心に引き受けた生身の人間として描く必要があったと説明した。5人は1990年の裁判で執行猶予付きの金庫刑と45万フランの罰金刑を言い渡された。美術展等、テレビ番組新聞、雑誌、シャルリー・エブドはイエス、教皇、聖人、聖具などを何度となく風刺画に描いたので、長い間、極右政党、 国民戦線と近い関係にあったカトリック原理主義団体アグリフから十数回も訴えられている。アグリフは人種差別反対を訴えているが、これは白人キリスト教徒に対する人種差別のことだ。シャルリエ・ブドは特にフランス人に対する人種差別を理由に提訴された。カトリック原理主義者にとってフランス人に対する人種差別とは何か簡単だ。 風刺画に描かれた聖母、マリアの姿勢や体位が公式電気に書かれていないもので、あれば、シャルリーはフランスを侮別したということになるのだ。というのも、ルイ十三世が自らを、そして自分の国を神の母に捧げた時から、フランスと聖母マリアは来ても切り離せない関係になった。したがって、聖母マリアを風刺することは、フランスとフランス人を風刺することになるのだ。 キリストがアフリカに向かって、コンドームを投げているが、神の意志は計り知れないと題して、司災の小児性愛を封死した、が、被災らの性的虐待に対する強行の曖昧な、態度を封死したがなど音楽団体著名人らを、アグリフの公式ウェブサイトには勝訴した訴訟について、紹介されているが、上記以外は2、3件程度である。フィアメタ・ベンナー、エクストリーム・フランス、グラセ、 2006フランスの極右団体に関する本、ありがとうございます。